HK416 で武装したノルウェー、共同防衛隊の兵士ノルウェー軍は、ノルウェー王国の軍事組織。2009年時点で、総員約1万9100人、予備役とそれに相当する、共同防衛隊員を合わせて、約4万5200人。国王を最高司令官とするも、実際には、国防大臣のもとで、国防省を通じて、文民統制を受ける。 国防省参加の陸海空の3軍の他に予備役的組織として第4の軍種として運用されるノルウェー強度防衛隊がある。ノルウェーは第二次世界大戦時にドイツに占領された経験から戦後は北大西洋条約機構に加盟し強度防衛隊を組織し徴兵制を敷くなど国防力整備に力を注いでいる。冷戦終結後、 軍の縮小及び領域防衛中心から国外派遣中心への組織変更を進めている。前述の通り徴兵制が敷かれており、19歳から44歳までの男女が対象となる。2015年から女子にも兵役義務が課せられた。兵役期間は12から15ヶ月ほどで、良心的兵役拒否が合法とされており、代替役務として、 社会奉仕活動を選択することが可能である。ノルウェー憲法の観光場、軍の活動は国防大臣の責任のもとで議会に対して説明責任を負っている。国防省は2003年から民軍一体となった機構へ変革している。このため国防省の下部組織には以下のような機関が設けられている。司令機関として国防作戦司令部が設けられ国内及び 国外作戦を指揮調整する統合指揮機関として機能させ、参謀機関には国軍参謀本部が設けられ、国軍参謀長のもとで国軍を支援し、国防大臣を補佐する。国軍共通機関として、高級士官を養成する国防大学校や軍学隊、衛生部門、博物館のほかに、兵役管理業務を国軍の責任のもとで実施している。詳細は、 ノルウェー陸軍を参照2009年時点の陸軍は一個旅団を機関戦力とし、これに支援部隊や特殊部隊、この衛兵部隊などが加わっている。強度防衛隊も有事には陸軍の支援に回ることとなる。それまでの機関戦力であった第六師団は2009年に解体している。詳細は、ノルウェー海軍を参照2009年時点の海軍は、 フリチョフ南戦級フリゲートを主力とし、他に大型小海艇を保有している。陸上兵力として、沿岸防備及び、水陸両用部隊の沿岸両兵部隊、海兵両兵部隊も有する。ノルウェー沿岸警備隊も参加に入れている。詳細は、ノルウェー空軍を参照2009年時点の空軍は、海 -16 戦闘機3個飛行隊を主力としている。 ヘリコプターや防空部隊も有し、P-3 小海機を用いた海洋監視行動も行っている。また、細長い国土であるため空軍の規模に比べて多くの航空基地を有しているのが特徴的である。詳細は、ノルウェー強度防衛隊を参照強度防衛組織であり、強度の防衛及び常備軍の補助を行い、ゲリラ戦などを実施することを目的としている。 陸海空及びインフラ維持のためにそれぞれに部隊を編成している。ありがとうございます。